こんばんは、ヒズキチャンネルへようこそ。ということで、今日はライブ告知を、しようかなと思います。というのもね、結構、4月末から5月にかけてライブが決まってますので、もう一回おさらいで言っておきます。まず、4月の30日、4月30日、姫路ベータでやります。ベータ行きますんでね、この時はね、対バンが、ミッドナイトヘブンリーと、ホワイトスモークさん、どっちもね、仲のいいバンドなんで、どっちも激しい目ですね。うん、激しい、ミッドナイトヘブンリーさんはね、あのユニットですけどね、ぜひ、見に来てほしいなと思います。見に来れない人はツイキャス見てください。まあ、日月真嗣の、オフィシャルサイト見てもらったら、リンクとかつけてますので、そちらね、見てほしいなと思います。それで、その次の日ですね、5月1日日曜日、なんと総楽団でね、橋本の、橋本ガットホールというところがね、あるようです。FM 橋本の、イベントということで聞いてます。出演時間とかちょっとまだよくわからないんですけれども、まあ12時ぐらいから始まって夕方までっていうふうに聞いてますの、どこかで出ます。まあ橋本ですから、あの工藤山のね、ところでした。見たらね、前にね、あの工藤山の方行ってね、あ、ここが真田幸村たちが、住んでたところかとか思いながらね、見てました。歴史好きにもいいかと思うのでね、ぜひ来てください。で、その次は5月4日、中之島祭り出ますということでね、お伝えしました。まだ中之島祭り自体が開催されるか微妙ですっていうことでね、前回言ってたと思うんですけども、中之島祭り開催ということで決まったようです。5月3日、4日、5日はね、いつものあの市役所前のところで、アコースティックスというね、団体で、アコギの、弾き語りのイベントがあるんですけども、日月真嗣はね、4日に出ます。はい、5月4日にね、中之島祭りの、ストリートライブに出ますんで、ぜひ見に来てください。出番が、1時半ぐらいからですね、お昼の1時半ぐらいとなってますので、まあ多少前後するのでね、ちょっと早めに来てブラブラ、お祭りを見ながら、ライブを待ってもらったらいいかなと思います。はい。で、まだ決まってますよ。5月の8日日曜日。日曜日言ってました。堺東ゴイス。ゴイスの詳細が出ましたんで、ゴイスの詳細をお伝えしたいなと思います。はい。ゴイス、この日はね、5月8日、ですね。それで、オープンが、昼の3時。3時オープンでスタートが3時半となります。まあ、だからお昼過ぎからね、夜にかけてのイベントとなります。この日はね、6つ出ますね。6つ、1つ目がザ・トラッキングイエロー、ちょっとね対バンしたことないですね。2番目がオサネロで、3番目が日月真嗣となります。時間が、夕方の4時50分からとなります。4時50分です。まあ、ちょうどいいぐらいですかね。真ん中ですからね。まあ、こいつにね、見に来てください。それで、その後が誠さん、ローリングチョップスティックス、で最後がモノレオさんです。ちょっとね、どこも対バンしたことないんじゃないかなと思うんで。はい。まあ、対バンもね、たくさん出ますから、楽しいイベントになると思いますんで、ぜひ見に来てください。で、その後ですね、決まってるのが、次は電脳幻想夜会ですかね。はい。5月8日の次は、電脳幻想夜会。5月22日、またやります。これはね、昨日の動画で上がってたんで、上げましたんで、まあ、さっとだけ言っときますと、まあ、なんと総楽団と、アコノオカミ、それで、ケセジン。で、ケイセイジンですね。ケイセイジン。ケイのケイセイジン。と、あと、中村リサちゃんの、レコ初ライブ兼ねてやりますので、
ぜひね、これお客さん来れますから、夕方の4時半オープン、5時スタートということで、プラチナ食堂さんに見に来てください。もちろん配信でもやりますからね、日月チャンネル見てもらうかどちらかでねお楽しみください。ということで、4月末から5月にかけて結構決まってます。ライブいろいろ頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。